なんだけどって言われても知りませんけど。こっち。こっちの方って一体何があるんやろ。遺跡。関係あるんかな、こっち。なんかポータウンっていうところに向かうみたいなこと書いとったけど、今なんか落ちとった？あ、ほらほらほら。アイナはわざましい3、サイコショックを見つけた。ん？ここはなんか扉？開かんな。てか、細っ。扉じゃないか。え、ここを抜けた、あ、なんか抜けれるよ。ここを抜けたらポータウンとかそういうこと？なんかすごい壁にさ、細い扉がいっぱいあるんやけど。なんか人一人通るだけみたいなくらいのスペースの。なんか全然違うとこ行きよらん、私。ほら、どうよ、これ。あ、これってさ、あれじゃない。なんか、カプコケコとかがおるような場所じゃない？違う？あの、多分さ、なんやっけ。島クイーンがおる場所じゃない。島クイーンの大試練を受ける場所？いや、違うかもしれんけど。とりあえずなんか、今の私には関係ないんだな、ここはきっと。しかもここではライドポケモン呼び出せない。早くちょっと抜けて、ポータウンとやらに行かんといかん。ね、すごいなんか無駄な場所に来てしまった。あ、いやでもあれか。さっきのね、サイコショックとか手に入れたけん。無駄ではない。ここやったら使える？あ、オッケーオッケー。じゃあちょっともう一回、裏の花園の方に、戻ります。行くよ、リザードン。はい、到着。んで、ここか、あ、間違えた。間違えた。んで、ここから、どこに行けばいいんかな？その、ポータウンとやらは。あ、こっち？あ、普通にこっち抜ければいいんか。私が横道に逸れてしまったわけだね。17番道路。ん？なんかおるよ。あ、なに？びっくりした。にゃにゃん？にゃーす。え、かわいい。ちっちゃくない？このにゃーす。ちっちゃすぎん？喧嘩弱いけどよ。スカルダンやってると喧嘩売られないんだよ。あ、なるほどね。もしかしてそういう目的でスカルダンにおるんかな。こっちの方とかなんかありそうな気がするけど。あ、こっちは？あ、なんか道ある道。特に何もなさげ。特に何もなさげ。あ、こっちに道具が。アイナはミックスオレを見つけた。ミックスオレやってこんなところで。でも私が好きなのは、お、頑丈そうな岩だ。ポケモンのパワーなら壊せるかも。ケンタル、あ、これで呼び出したりするんや。へえ。私が好きなのはイチゴオレやけんね。あ、こんなところにも。何でもなうしを見つけた。てかなんか目の前をすごい速さで私通り過ぎてしまったんやけど。お、ヤンチャム。ヤンチャム現れた、ヤンチャム。え、超可愛いんですけど。ヤンチャムもね、何やった？ポケモン不思議のダンジョンでおなじみの。どうしよっかなー。鉄加減をね、ちょっとなくしてしまったけん。今一つぐらいので言ったら大丈夫？やっつけてしまいそうな気がする。あ、よかった。よかった。いや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 。カビゴンがヤンチャムにのしかかられたってそんなぺちゃんこにはならない。きっとポンって肩に乗るぐらいの程度やと思うよ。ハイパーボールとか使ったら捕まえれるかな。どこ行ったの、ハイパーボール。あった。おーし、行け、ハイパーボール。どうよ、捕まえれる？スーパーボールやったらあのぐらい体力残しとったらちょっと無理かもしれんけど。おー、来た。やったね。やったー、ヤンチャムを捕まえたぞ。ヤンチャムって進化するんかな。ヤンチャムのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。おー、進化するんや。へー、ヤンチャム登録完了。裏島のポケモンたちのこと、だんだん分かってきた気がするだとね。あ、マジで？
やんちゃの、やんちゃポケモン、そのまんまやな。格闘タイプなんや。加えている葉っぱに意味はなく、ただの格好つけ。やんちゃなので素人トレーナーには向かない。意味ないんかい。はい、じゃあボックスへ。そしてねえねえねえ。絶対今気づいとったやろ。今日は誰も負けていない。なんて素敵なグッドデイ。何それ。なんかすごいポエマーな感じやったけど。ね。さあ来いよ。スカルダンの下っ端が勝負を仕掛けてきた。お、一匹だけやね。余裕や余裕。しかもゴルバットやし。一撃カビゴン。カビゴンでいけるかな。10万馬力とかでいけるか。効果なしやった。ってことは、ここはピカチュウに任せようか。カビゴン下がって。一撃ピカチュウ。ピッカー。あ、待って、毒とか来るよ。ひえー、ピカチュウが猛毒を。あ、でも向こうは向こうで静電気が。あー、やべえ。なんかね、普通の技が全然効かんかったりとかしても、レベルの差があっても、多分毒にかかったらあれ、一定の体力減っていきよりやろう。結構来るもんね。おし。あー、しかし反動が、反動が強いよ。ああ、負けちまった。なんて最悪、バッドデイ。どうしたの？誰なの？負けた悲しみに誰にぶつける？とにかく悲しい、俺スカルダン。なんかちょっと切ないね。お得な掲示板。ポケリゾートにあるポカポカリゾートにポケモンを預けると懐いてくれます。ただし、預けっぱなしにするとポケモンがのぼせるかもしれません。そんな時は看板をタッチしてみましょう。ほうほう。こっち飛び降りたらいいんかな。なんかある？あ！不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。オッケー。んで、どっち？こっち？ん？これ戻ってきたんじゃない？向こう側にも降りられる場所あったよね。あら、デカグース、なんかお久しぶりね。なんかお久しぶりね。ってことで、ちょっとあっち側に向かってみようか。さささ。あ、なんか落ちとる。あ、岩の下になんかあったんか。アイナは星の砂を見つけた。イエーイ。よかった。取りこぼしがあったっぽい。んで、多分こっち側に降りられる場所。ん？ここもなんか2箇所に分かれとんやけど。とりあえずこっち。お、なんかおるよ。スカルダンの下っ端か。あん？ここいら全部スカルダンパラダイスなんだけど。なんだけどって言われても知りませんけど。スカルダンパラダイスとかなんか嫌なパラダイスやね。来いよ来いよ。お、2匹持っとるこの子。ひどいで。ひどいでって何？何あれ、何ポケモンなの？とりあえずカビゴンでいけるかな。わからねえ。何タイプかも全くわからねえ。とりあえず Z パワーで乗り切ろうと思います。いけよ、カビゴン。てか、私がこの動きをしている間はカビゴンは寝てるの。見ろよ。いけよ、全力の Z 技。シャキーン。本気を出す攻撃。ザザ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 。いけい。はい。プチッとな。おし。お、やったね。一発やん。イエーイ。で、二匹目は？お、カリキリ。カリキリってことは、ウィンディの方がいいんかな。入れ替え。さあ、来い。いっけー、ウィンディー。カリキリは確か草タイプやったはずやけん。熱風。さあ、いけ。
こういうのってさ、確実にトレーナーもあっち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 ってなっとるよね。だ絶対当たっとるやろ、熱風。ポケモンにピンポイントとか難しそう。負けてパラダイス本当に行っちゃいそう。そんなところには行っちゃいけないよ。はあ、真面目に島巡りで鍛えればよかったのかよ。まあそうやね。その方が私みたいに強くなれたよ。ん、とりあえずもうこっちには何もなさげかな。お、ジガルデー。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。おしおし、オッケー。みんな反射神経すごいよね。あたい、ハスッパナ、下っ端。好きなポケモン、マスキッパ。ハスッパナって何？あたし、ハスッパナ。どういうこと？顔についとる花のことかな。さあ、行くよ。コラッタ。まさかのコラッタ。ここまで来て。もっと強いポケモン途中でいっぱいいたでしょ。のしかかりぐらいでいけそうな気がするよ。いっけ、カビゴン、のしかかり。プチッと。ほら、一発。ほら、周りが散々強くなってきようのに、コラッタを使うっていうのは、あ、しかも次はラッタ。そのままでいいよ。おーし。それじゃあ、10万馬力。カビゴン、10万馬力。イエーイ、急所に当たった。いい感じやぞ。スカルダンの下っ端との勝負に勝った。やっぱ負けた。突破されちゃった。まあね、私ですから。正義は勝つ。あたい、ハスッパナ、下っ端。まあ、スキッパ好きだけど持ってない。持ってないんかい。まあ、持っとったら使うよね。ん？ここ？アジト。なんだよ、スカルダンに入りてえのかよ。待って、それゼットリング？なんだって？真面目に島巡り？はは、わかったよ。あたいら島巡りを諦めた連中を笑いに来たんだね。島巡り、そもそもしよったんや。いきなり現れて笑われてたまるかよ。いや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 、被害妄想。誰もそんなことは言っていない。え、てか二人いっぺんになの？マジか。まあ、ちゃちゃっとやっつけるけどね。お、ゴースト、そしてスリープ。いっけ、カビゴン、アシレーヌ。いくよ。んじゃ、とりあえず、10万馬力をゴーストに。そして、ハイドロポンプをスリープに。いっけい。アシレーヌハイドロポンプ一発。イエーイ。そして次はカビゴンよ。うわー、効果がないとか言われた。マジか。ということはもうジェットパワーでいくしか。さあ、カビゴン本気出してくよ。バブル光線をゴーストに。どうよ、アシュレーヌバブル光線。落ちてきた。カビゴン結局活躍してない。スカルダムの下っ端との勝負に勝った。レベル違いすぎて自分で笑っちまうな。ひー、島巡りで鍛えすぎだよあんた。まあまあまあ、それはしょうがない。強いの嫌い。あんた入れてあげない。じゃあ弱かったら入れてくれたのかい？姉ちゃん。ん？誰？誰？なんか濃いの来たけど。なんだか入りたそうだけど、いいのかい？中に進むなら覚悟が必要だぜ。スカルダンとして生きるにしろ、スカルダンと戦うにしろ、
あるのかい？覚悟ってやつ。あるよ、もちろん。まあ、いろいろあるわな。おじさんも訳ありでね、扉を開けてもらえるしよ。まあ、骨は拾ってやるよ。誰？おじさんは何者なの？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。